江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、渓谷の掲示板からのご紹介でございます。渓谷民、大日本帝国が抹殺した朝鮮の美しかった文化がこちらということですね、スレッドが立っておりましたのでご紹介していきたいと思います。まず画像の方がありますんでご紹介していきましょう。こちらでございます。ポン、なんでしょう。右下の人は倒れてますね。はい、それではですね、こちらスレッド書き込み見ていきましょう。くーちゃんお願いします。朝鮮時代の石合戦、互いに石を投げて刺して殺す朝鮮の伝統スポーツ。相手をたくさん転んしたり倒して勝利したチームが敗北した村に攻め込んで家屋を壊して廃墟にしたりもした朝鮮伝統スポーツ。この美しい微風領族は日本によって強制廃止された。どこが美しいんですか。ここに美しさを感じるんだ。あー、やっぱ分かり合えねえな。まあ分かり合うつもりもないけど。ほー、はい、じゃあね、こちらに対して渓谷の反応を見ていきましょう。はい、それでは1人目。美しい伝統ですね。あれは王室まで来て観覧したと聞いたんですけど、わらわら。戦闘の民族ですし。否定はしないんだ。本当に頭が割れそうですね。震える。もったいない。何が？これが何？廃れたことがもったいないってこと？それとも人口が減ることがもったいないってことかな？日本人も楽しんだというその石合戦ですね。本当？幼い頃、裏の町と雪合戦をするのは見たんだけど、ちゃんとやったら死んじゃうじゃん。うん。神秘の国、朝鮮ですね。まあ、物は言いようだな。日本の奴らはひどいですね。あ、何？これを何？この石合戦をやめさせてひどいって言ってんの？被害者面なの？そう。朝鮮はアフリカのアマゾンと変わらないじゃないか。アマゾンに失礼だな。日本にもあった石合戦。朝鮮が一番嫌いですね。私たちの歴史の中で民衆を最も苦しめた時期が朝鮮だと思います。国の発展もありませんでしたし。はい、ということでね、それではですね、こちらに対してチャットの反応を見ていきましょう。画像の方ね、あ、ちょっと見てみましょう。もう一度。あ、石なんだね。あ、雪合戦はでもなんか本当は違ったみたいな話は聞いたことありますけどね。まあとにかくこんなので殺し合うのはやめろって意味でやめさせたんでしょう。こんな原始的なのやめろって意味でしょう。はい、じゃあチャットの反応いきましょう。はい、じゃあ上の方からいきますかね。あ、なもんあったか。これって美しいのか。W35年くらいで亡くなる文化、石投げで暴動の絵にしか見えないが、血だらけになって石とか投げ合うやつ。美しいの、これがスポーツじゃねえよ。伝統スポーツ。56スポーツってスポーツじゃねえから復活させればええやん。野蛮すぎて草きねえやろ。野蛮な。ああ、石を投げ合った祭りか。野蛮な祭りだろ。すごい伝統ですが。サルカに合戦か。スポーツですらないだろ。美しい、復活させてよ、わら。なくして正解やないか、わら。だから同族嫌悪なのだな、わらわら。原住民の考えることは理解できんわ、わら。ちょっと何言ってるのか分かりません。戦闘の民族、敵前逃亡しかしなかったくせに、小石程度じゃなくて両手で持てるようなの投げんだろ。殺せよみたいな感じか。いつの時代だよって感じだ。
渓谷内で復活させようぜ。わら、一気に数が減るし、いいことだよ。世界にとって、わら。そんなに美しいと思ってるなら復活させろよ。誰も止めないよ。割と今でも石投げたり、家を燃やしたりしてる気もするんだが、継承されてない。ああね、生きた魚投げたりしてるもんね。戦闘の民族で、なくて暴動の民族。日本人は楽しめなかったから止めさせたんでしょ。石を投げて破壊する伝統行事が美しいと、妻にやっぱ分かり合えんわ、わらわら。神秘とは一体何なんですかね。アフリカにアマゾンはありませんが、頭悪いですか。そうだ。いやいや、そんな粗末な服着る日本人なんかいねえだろ。復活させたら止めねえよ。 W よそから何言われるか知らんけど、苦しんでる者同士で試合させるのは未開の統治、数少ない文化だからな。そっか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 。あ、日本が禁止したのに日本人がやってた、矛盾してるよ。日本なら足軽が石を投げてたが、戦です、スポーツ。北と南で石投げ合ったの覚えてる、かっこ笑い。陶石器くらい作れないか、お前らなら。このスポーツがあの有名なことわざの起源なんだね。ことわざ？こういうやつのことスポーツという意だから、スポーツの精神を理解しないのが理解できたよ。ま、石の代わりに生卵とか焼酎の瓶とかとか現代でもあるがな。復活すれば観光客増えるかも。復活運動するなら応援してやる。はい、ということでね、それではですね、これで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、評価、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。